ちらは大丈夫です。はい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 、で歩みを入れてと。よし、さてこっからうまくどう組んでいくかだな。まずちょっとあの人めっちゃ送ってきてるから、とりあえず外して DT 砲か。 DT 砲送ってきたな。ちょっと多分確認したのかもしれない。わりかし固定できてるんで、多分あれはスナイプ勢だな。よしよしよし。で、そうだね。まあ悪くはない、いいと思うけど。さて火力どうしようかな。どっからもらおうか。とりあえず S ミのそこを左側に立てて、行く感じなんですけど、あの人、いけるかな ?2 送ってきた。あ、これでも入んねえのか。もう一個、一連消さないとダメか。厳しい。これはね、ちょっとね、厳しいんで、仕切り直した方がいいな。どうしたらいつも1位が取れるの?いや、まあ、それはさすがにね。まあ、やはりね、といったところにしか言えないですからね。ちょっと待てよ。そんなことを言ってるのではなく、ちょっと、がっつり、火力が欲しいところだが、来るか、これ。ナイス。とりあえず5、6。いいね。はい。受けてて、いや、テリミアじゃなくて2。大見のこれ置く場所難しいんだよな、これな。大見のなかったらあれなんだけど、どこに置こうか、これ。とりあえずここ置いて、次の3も受けるか。超ギリギリ受けていこう。超ギリギリ受けれます、これ。で、こっからですね。はい。圧倒的直列。ここでテトリス分使うのは嫌だけどな。しゃあない。ほら。まあ、とりあえず T からだよね。T から行って、可能性はあるか、これは。テトリスで使った分結構痛いけどな。はい。できれば一覧消しでやりたいけど、そうすると繋ぐの難しくなるんで、こうだな。で、こうして、JOJ。ちょっともうちょい考えよう。今これで12でしょ ?12 いかねえか、これ。結構直列多めだったけど。厳しいか。15、16、17、18、19連のテトリスか。2回分やっぱテトリス打っちゃったからね。こうなると、やはり、直列多めだと、まあ、だいぶ厳しいな。ほい。急いでこれ、組んで、あとラストぐらいかな、時間的に考えると。ほら。で、こっからもう一回種揃えてと。ちょっと、あいみの要求が多いの、これ。あいみの要求多いよ。あいみの要求多いけど、なんとか組めそう。よし。ほい。ほい。こうして、こうして、こうだな。で、さらに、これで、L 超えるよね、あれ。いや、超えねえか、これ。1ライン削んないと超えねえな。とどめ1であの人、最後に、刺さる前にタギ入れしてくんないかな。しないか。バッチリして。ナイスナイスナイス。で、左側に穴来てほしいね。頼む。あ、まあ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 。まあまあまあって感じだ。どうだこれ。はい。4分経過だから、これがラストチャンスかな。よく考えていこう。ラストチャンス、よく考えようだ。よーく考えよう。お金は大事だよーって感じだね。ワンチャンあるでも言うて。頑張って。ほら。ほら。
いや、ハテナじゃなくてに、なんか歌おうと思ったマジか、すごいな、それは。幼稚してたやつ、人はすごい。あ、初めて聞いた、嘘、マジで。俺結構な、有名だと思うけどな、こういう系統の。おい。ちょっと待て。これいけんのか？ワンチャンありそうな気はするんだけどな。はい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 。あいみの横置きから結構チャンスありそうですが、あーねえかこれ。いや、わからん。ちょっと速度速いから、こうするでしょ。で、T から T から。T から、こうして TS、T、S、L、21、あ、結構行くけど、25は届かねえか？惜しいような気もするが、21、22、お !20! 来た来たー !24、25、26! よっしゃー！いやー、これは2更新した！マジか！やばい！でかすぎる！よっしゃー！マジか！25を目指してたんですけど、26いった！来たぜ！これは、勝っていこう。よし。ついに、大幅更新なりました。やったぜ。これはでかすぎる。ちょっとおまけにこの試合、勝っていきたいんでいければね。ほい。ほいほい。いやー、まさか26出るとはね。結構いったな。あの人、がっつり連組んでるね。いやー、あれはでかすぎる。結構ね、ワンチャンありそうな形ではあったからな。逃したくはなかったね。あの人、タギゲーしてるんだよな。ここで受けるか。ここで受けよう。ほら。いや、まさか26いくとはね。これはでかい。で、最後に、これ、タギゲーで。さすがに26超えるのむずいと思うけどな。どうだろう。ほい。やっぱりなんか、連企画これ、一回やると、配信するとなぜか更新できるんだよな。最高記録更新おめでとうございますと。ウルトラアベルさん、204点スパチャありがとうございます。いやー、これはデカすぎますね。マジか。すごいわ。26いけると思わなかった。ボファーさんも、更新おめでとうと。ボファーさんも204点スパチャありがとうございます。いやー、今の、やばいな。ツボ噛み合ったのもあったけど、まあ、連の繋ぎ方も良かったんじゃないかな。